こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。磐田市に来ております。こちらはジャンボ園長磐田店の駐車場内なんですが、見てください。こちらにですね、コインランドリーと併設されたカフェがあるんです。今回ご紹介するお店はカフェヤマトです。カフェの入り口はこちら側になるのですが、コインランドリー側から入ってみたいと思います。ではお邪魔していきましょう。向かって左側はコインランドリー、つながっているのでこちら側からもカフェに行けるようになっています。広々で開放感があり、洗濯をしている間の時間をこちらで過ごすといった感じですね。見てください、店内は明るくてこんなに広いんですよ。売店もあってサンドイッチやおにぎりも売ってますよ。さらに外にはテラス席もあるんですよ。さあ、では注文していきましょう。こちらのお店はワンオーダー制となっています。今回のお目当てはこちらのハニトー丸ごと桃プラスです。季節によって果物は変化しますよ。今回は桃ですね。さあ来ましたよ、見てください、ハニトー丸ごと桃プラス1980円になります。めちゃめちゃでかい。ハニトーとはもちろんハニートーストの略。半斤の食パンの上には生クリームがたっぷり、真ん中には丸ごと1個の桃がドカンと、さらに周りにカットされた桃が散りばめられて、飾りにミントのせ、桃のシロップをかけると桃の香りが一気に広がるんです。中身が気になって開くと一気に崩れてきちゃいました。中はカットされたトーストが食べやすい大きさで入っていました。一人で食べるのは少々きついかもしれませんね。後半はこんな感じになっちゃいます。美味しいところは最後に残すタイプです。とにかく桃を存分に味わえるハニトー、甘党の方には最高のデザートですよ。でも洗濯ついでにというのは少々きついかもしれませんね。はい、ごちそうさまでした。季節の桃存分に味わうことができました。美味しかったです。今回ご紹介したお店はカフェヤマトさんになります。ぜひ皆さん一度足を運んでみてはいかがでしょうか。今回の動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録をして応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。